皆さん、こんにちは。今回はお笑いコンビ、にゃんこスターのボケ担当、アンゴラ村長さんについて存分にお話ししたいと思います。アンゴラ村長さんといえば、2017年のキングオブコントで準優勝し、一躍有名になりましたよね。その後、相方のスーパーサンスケさんとの破局を経験するも、現在もお笑い芸人としての活動を精力的に続けています。そんな彼女の魅力と、スーパーサンスケさんとの関係性、そして現在の活動について、深掘りしていきましょう。まずはアンゴラ村長さんのプロフィールからご紹介します。本名は佐藤あゆみさん。1994年5月17日生まれの現在30歳。埼玉県本庄市出身で、身長150センチ、血液型は B 型だそうです。趣味は読書、特技は縄跳びと工作。最終学歴は早稲田大学文学部卒業で、在学中はお笑いサークル、ルドーに所属。大学卒業後は渡辺コメディスクールに入り、本格的にお笑いの世界へ飛び込んだそうです。ちなみに芸名の由来は、アンゴラ村長さんが飼っていたアンゴラウサギのぬいぐるみにヒゲが生えていて、アンゴラ村長と呼んでいたことから来ているのだとか、なんとも可愛らしいエピソードですね。そんなアンゴラ村長さんがお笑い芸人としての第一歩を踏み出したのは、2017年、相方のスーパーサンスケさんとにゃんこスターを結成した時。この出会いが彼女の人生を大きく変えることになります。当時スーパーサンスケさんはアンドレというコンビで活動していましたが、解散後新たな相方を探していたそう。そこで出会ったのがアンゴラ村長さんでした。意気投合した2人はすぐにコンビ結成を決意。この時交際もスタートさせています。お笑いコンビとして、そして恋人同士として、二人の新たな人生が幕を開けたのです。コンビ結成から間もない2017年、にゃんこスターはキングオブコントに出場。決勝で披露した猫婚姻届提出のネタが大受けし、見事準優勝に輝きました。審査員から新しい笑いの形と称されるなど、お笑い界に新風を吹き込んだ二人。メディアへの露出が一気に増え、文字通り寝る間もない日々が続いたそうです。そんな多忙な中でも二人の愛は深まっていったのだとか。しかし2020年2月、突如として破局のニュースが。キングオブコントから約2年半、アンゴラ村長さんとスーパーサンスケさんの交際は幕を下ろすことになってしまいました。破局の理由については、365日24時間一緒にいるので仕事がうまくいかなくなると恋愛もうまくいかなくなるからとコメントしています。お笑いコンビとして活動するからこその悩みだったのかもしれません。お互いを思うからこそ仕事と恋愛の両立に悩まされたのでしょう。ただ破局後もアンゴラ村長さんは前を向いて歩み続けます。元恋人であるスーパーサンスケさんとはお笑いコンビとして活動を続行。破局をネタにした漫才にも果敢に挑戦し、笑いに昇華させる強さを見せつけました。アンゴラ村長さんの真の強さ、そしてプロ意識の高さがうかがえるエピソードです。破局から3年以上が経過した現在もにゃんこスターの活動は順調のようです。 YouTube チャンネルの運営や全国各地でのライブ活動など精力的に笑いを届け続けています。アンゴラ村長さん自身もピンでの活躍の場を広げているよう、先日人気女性芸人が集結するザ・ダブルという舞台に出場し、持ち前のセンスを存分に発揮。才能の塊、新時代の女芸人など絶賛の声が上がっていました。相方のスーパーサンスケさんとのコンビ仲も良好のようです。破局したとはいえ、やはりコンビとしての絆は健在ですね。アンゴラ村長さんのインスタグラムには時折2人の仲睦まじいオフショットが投稿されることもあります。お互いを尊重し合い、高め合える関係性を築けているのでしょう。また最近ではアンゴラ村長さんが株式会社これからの社員として働いていることも話題になっています。実は大学卒業と同時に新卒入社、一時は芸人業との両立に悩み、
休職していたこともあったそうですが、2021年子ども向けプログラミング教室の講師として職場復帰を果たしました。現在は広報担当として会社の TikTok 運営なども担当。お笑いとビジネス、異なるフィールドで才能を開花させる姿はまさに現代女性の理想像と言えるでしょう。多忙な中でも自身の垢抜けにも余念がないアンゴラ村長さん。2022年1月16日に金髪にしたことを皮切りに、マッサージやダイエット、メイクなどに励んでいたそうです。また同年2022年には雑誌 AR の企画で本格的なイメチェンに挑戦し、可愛らしさの中に大人の色化を醸し出す姿を披露。これまでのイメージを覆す大胆な変身ぶりにファンも大興奮だったそうです。さらに2023年8月6日にゃんこスターの新しい宣材写真を撮影した際には、メイクさんにメイクを施してもらい、今までと違う大人なアンゴラ村長さんの姿となっていました。2024年1月には自身のインスタグラムでまつげのラッシュリフトをしたという投稿をしていました。定期的にまつげパーマをしているようですね。美容の分野でも努力をされているのが伝わります。また恋愛面においては、2023年1月放送のテレビ朝日系恋するアテンダーにて、イケメン YouTuber のタケさんとのカップリングが成立。しかしアンゴラ村長さんはアテンドが成立イコールカップル成立と表記してるのだと思うので、さすがにあの短時間で付き合ってないですとコメントしており、交際には発展していないようです。理想のパートナー像を問われると、一緒にいて楽しいと思える人、お互いを高め合える関係性が築ける人と語るアンゴラ村長さん。仕事に恋に全力で向き合う彼女だからこそ、いつかきっと運命の人に出会えるはずです。そんなアンゴラ村長さんの魅力は何と言ってもまっすぐさ。コントでは天真爛漫なキャラクターを演じることが多いですが、その根底にあるのはぶれない芯の強さなのだと思います。お笑い芸人としても、ビジネスパーソンとしても、そして一人の女性としても、どんな環境に置かれても自分の信念を貫き通す姿勢は多くの人々を魅了してやまないでしょう。今後もアンゴラ村長さんのますますの活躍が期待されています。彼女の笑顔と真摯な姿勢がこれからも多くの人々に元気と感動を与え続けることでしょう。相方のスーパーサンスケさんとは恋人同士としては破局してしまいましたが、今現在もコンビとして続けられているのは、お互いの個性を認め合い切磋琢磨し合える間柄だからなのでしょう。たとえ恋愛感情はなくなったとしても、お笑いにかける思いは二人に共通しているのでしょうね。二人にはこれからもコンビとして笑いの道を突き進んでいってほしいと思います。余談になりますが、スーパーサンスケさんについては、星野ディスコとハイトーン兄弟というコンビを組んで M1 グランプリにも出場するなど精力的に活動しているようです。アンゴラ村長さんとはまた一味違った笑いを提供してくれそうですね。お笑いコンビにゃんこスター、そしてアンゴラ村長さん&スーパーサンスケさん、二人のこれからの活躍からますます目が離せません。さて今回はアンゴラ村長さんについて、彼女の魅力や活動、スーパーサンスケさんとの関係性などご紹介させていただきました。改めて彼女のパワフルさと多彩さを再認識する機会となりました。これからもアンゴラ村長の活躍に目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。